今日は肩こりとか首の痛みで悩んでる人に対してのストレッチとエクササイズをやっていきます。で、寝た状態でやるので枕の上にちょっと頭を乗せてもらって、この体勢から始めていきます。はい。で、三半規管とか弱い人はあんまりこう頭を振り向きすぎるとちょっと調子悪くなっちゃうので気をつけてやってみてください。で、いきますね。左右20回ずつぐらい左右に振ってもらいます。で、目つぶったままやってもらっていいのでゆっくりですね。で、左右20回ずつやっていきます。次は枕に頭を押し付けるような動きでギュッとゆっくり、ね、5秒ぐらいキープしてもらって離します。で、ね、顎を上に20回ぐらいゆっくりやってもらって、下顎を胸につける感じでねやってみてくださいね。感じで1日に3回くらいを目安にやってもらえるといいと思います。動かすことで固まった筋肉が緩んでいくので血流量が上がっていい状態になるかなと思いますので、ぜひやってみてください。ありがとうございます。